全国1億5000万の御朱印巡り愛好家の皆さん、こんにちは。サップドラマーのバンゾンです。 YouTube で行った気になる御朱印機構、今回は福島県郡山市にあります田村神社に初詣に行った模様をまとめています。こちら決して派手な神社ではないんですが、かなり癖が強めなスペックを持っていまして、ほら早速神社なのに33巻の札所の日とかありますよ。どんなクセスゴ神社なのか、とてつもなく急な石段を登って探りに行きましょう。田村神社の場所ですが、郡山市東部の田村町山中、国道49号と県道54号の交差点、田村神社入り口西側の小高い森の中にあります。祀られている主祭神はなんと坂の上の田村麻呂なんだそうで、しかも鎮守山太平寺というお寺がその始まり、当位征伐の際に建立した太平寺に本尊として大元明王を安置したのが田村神社の元で、明治時代の神仏分離令によりお寺から神社に改装され、仏具は近くの円通寺に移されたものの、神社側が仏具の返還要求を出し裁判となり返還されたという稀有な経歴があります。とかなんとかウィキペディアから拝借したうんちく語ってたら、おお、神社でありながらまさかの山門が現れます。にわか参拝者の私のようなものでも十分感じる違和感です。ごっつい仁王様もいらっしゃいますし、しかもちゃんと鎮守山の銘もあります。んー、ここは神社ではなかったでしたっけ。山門の次には巨大な神楽殿になんと吊るし太鼓があるじゃないですか。すご、根っからドラマーの私バンゾン、初の和太鼓なのにまさかの吊るし太鼓で、おそらくこういう場所でのセオリー無視の両手叩きに挑んでしまいました。なんでしょうね、お粗末様でした。では気を取り直して厳かな気持ちで参拝させていただきましょう。ってことで拝殿へ向かっていきます。狛犬も鎮座していますから、ここはちゃんと神社らしいですね。あ、御朱印は社務所へという張り紙ありますね。参拝前に社務所で御朱印拝受してから参拝いたしましょう。本殿の右奥の建物が社務所のようですね。ちなみに御朱印はいつでもいただけるわけではないようで、普段は毎月第1日曜日、その他は元日や秘仏御開帳の日など特別な時に内子さんが対応してくださっているんだそうです。はい、参拝も無事終えて御朱印も拝受いたしました。この御朱印もなかなか癖があります。神社に参拝して御朱印拝受したはずなのに、真ん中に大きく書いてあるのは太平寺の方で、田村神社は左側に小さくあるっていうね。こちらは本当にお寺であったことを隠さないのですね。あと参拝してて気づいたんですけども、裏に回り込んでみれば一目瞭然なんですが、神社にあるべき社殿がここにはないんですよね。これでは本当にお寺のお堂そのまんまなんじゃないですかね。まあ驚きです。つまりこちらは神仏習合の時代を色濃く残している神社だっていうことなんでしょうね。神社仏閣のことに詳しい方ではないですが、非常に興味深いです。では最後は神社なんだかお寺なんだか目まぐるしく雰囲気を変えてくる田村神社の様子をスライドショーで見ていただきながら締めてみようと思います。
YouTube で行った気になる御朱印機構、郡山市の田村神社に行った気になっていただけましたか？今回は初詣で参拝しましたが、田村神社は桜や紅葉の見どころにもなっているようですので、ぜひ見頃のシーズンに訪れてみてはいかがでしょうか。今回もご覧いただきありがとうございました。チャオー。